センターです。いい反応でした。センターライナーです。コメントも我々の手元に今見えてますので、もしね、上条さん、さらには松倉さんに質問、メッセージなどなどありましたら、どんどんと書き込んでいただきたいと思います。まあ、時間的には、まあ、カナダでやってますんで、例えば試合開始が3時、早朝3時とか、まあ、今日のように6時とか、日本時間とはちょっとね、タイムラグがありますけども、そうですね、まあ、明日がちょうどオランダ戦が3時ですね。そうですよね、まあ、もう皆さん今もう7時ですからね、ご覧いただいている方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひぜひメッセージをお待ちしております。まあ、9月4日月曜日なんで、本格的に新学期も各学校で始まってきますからね。確かに確かに。ワンアウトになって、これから2番のプリエトです。これ2番のプリエトが、まあ、セカンドの、ね、守備位置ついてるんです。さっきからさばき見てるとめちゃくちゃ取ってから早いんですよね。そうですね、スローイングが。このあたりがやっぱりキューバでね、だいぶ仕込まれてるなっていう、そんな感じがしますけども。で、初回はこれセーフティーバントですもんね。ああ、ナイスバッティングはレフト方向です。これは上条さん、はい、なかなかの選手ですね、やっぱり。そうですね、守ってほしい、打ってほしい、この気合ですよ。気合入ってますね。戦ってるな。顔も男。これはこの目は大事ですね。ちょっと日本選手もこの表情に負けないぐらいの、絶対に勝つんだという表情、まあ、笑顔ももちろんいいんですけどね。これ最後の1球の要求はなんかこうはっきり外した感じがありましたね。何かちょっと嫌なイメージあったんですかね。まあ、カウントなのか、だからランナー一塁で外すからね。ランナー一塁ではっきり外すとあんまりないですけどね。ですよね。まあ、この次のファドラガスの方が勝負しやすしと見たのか、一旦小枝監督出ました。そうですね。自分広島の広陵高校で野球やっとったんですけど、声かけてくれたんですよ。やっぱ小枝監督はもう。いやでも本当に偶然ね、広島広陵の野球部の OB の方、中村選手の、はい、の先輩。そうですね。そうですか。はい、まあ多分この U18 の戦いも、これ右方向、ライト線は伸びていきますが、頭越えました。ランナー1人帰ってきます。2人目はどうするか、3塁回るかどうか。ああ、一気に帰ってきました。後ろの鳥穴もいいランニングしてましたね。まあ、3ボールからあえて4球目を大きく外してランナー1塁に行かせて、勝負した4番のファドラガスがライトオーバー、タイムリー、同点です。ここは、まあ、あえて小枝監督も行った後だったんですが、そうですね、初球右にうまく持っていかれましたね。はい、詰まりました。バット折れています。セカンドランナー牽制しながら一塁に送ります。2ボール2ストライク。外チェンジアップですが、ショートゴロ小園、これで3アウトになりました。3回の表、おそらく経験できる方ってほとんどいないと思うので、まあね、貴重な大会ですし、ね、節目ですね。もう二度と見られない大会になると思いますね。出ました。これは1番バッターとしてはいい働きしました。これ2打席連続の出塁です。足ありますからね。これはキューバサイドもさあどうしようかなというところですけども、逆方向です。抜けました。セカンドランナーは回してくる、回してくるか、止めました。そしてその間にバッターランナー2塁に行きました。これ大きいですね。こういうところがそつない。初戦でちょっと安田選手がヒットを打って二塁に進まなかったということがあったんで、はい、そこの反省っていうのも当然あると思いますね。これ本当にオール枚方ボーイズの時代の攻撃見てるようですね。2人でランナーで出てかき回して、当時本当に抜けたチームやったみたいで、本当に保護者の方はっていうことなんでしょうね。
今ね、笑ってますね。やってくるな、キューバ。高校生活2度目じゃないですか、こう自分の前で敬遠されるっていうのは。まあ燃えないはずはないですね、このシーンは。ただ場内アナウンスが清宮幸太郎とは言わずに桜井といったところは残念ですね。さあこれは上がりました。この位置三塁ランナー俊足、もう十分でしょう。藤原がスタートを切ります。ホームインです。勝ち越した。9番 の、 あのセカンドの選手激しいですね。ワンプレーワンプレーが非常に激しいんですよ。激しいですね。バットを折りながらセンターの前へ落としました。三塁ランナーゆっくりホームインです。これは櫻井手はしびれましたけども嬉しい